どうも、こんにちは。早速、世界史の授業をやっていきましょう。今日で古代オリエント世界4回目にして最後になります。ので、復習も、何回も重ねつつ、で、次のところにステップアップしていきたいと思いますので、元気よくやっていきましょう。では、参りましょう。はい、まずここまでのおさらいですね。何回も言うておきますが、いきましょう。初っ端シュメール人というのがね、現れて、そこからアッカド、アムルのバビロンと、で、ヒッタイト、カッシート、ミタンニ、ヒッタカ、ミタンニ。で、ちょろっとカナン人、交易で出てきて、アラム、フェニキア、ヘブライの3民族ですね。アラム人は内陸、フェニキア人は地中海で貿易で栄え、ヘブライ人はユダヤ人になっていくという話でしたね。ただ、全オリエントをアッシリアが、はい、統一していきます、というふうになったけど、短命で終わってしまいましたね。分かれていきました。エジプト、リディア、シン、バビロニア、メディアと、こんな風に分かれていきましたが、さらにこのアケメネス朝というのが、はい、統一していったんですよね。ここまでが前回のお話でした。で、最初はですね、イラン人の、文化というか宗教の話から見ていきましょう。アケメネス朝とかは、まあ、基本この辺りで、まあ、言ったイラン人に属するので、この辺の宗教のお話からいきましょう。はい、ここではですね、ゾロアスター教というのが古くから信仰されておりました。廃科教とも言われましたが、どんなお話かというのを簡単に見ておくと、基本、このいいもんの神様と悪もんの神様の争いだ、みたいな感じですね。光明神アフラマズダ、バーサス、暗黒神アーリマンというね、この二つの神様の、戦いなのだよと、この世の出来事とかね。このお話が、はい、最終的には、いいもんの神様アフラマズダが勝つと。で、勝利の後で救世主が現れるのだ。で、救世主は今まで死んでいた人々をすべて蘇らせて、そして復活した人々を善悪に振り分け、天国行きと地獄行きに選別するという最後の審判が行われるのであると、こういう教えになっております。さて、皆さんならばお気づきかと思いますが、なんかキリスト教とか、あとそれからユダヤ教にも似てるよね、と、救世主のね、話が出てきたり、メシアですよね。ほんで、最後の審判なんていうのはキリスト教でも出てくるじゃないですか。というのも、このゾロアスター教の方がね、実は先に登場してる先輩なんですね。ということはですよ、ユダヤ教っていうのも、実はゾロアスター教の影響を受けまくってできた宗教ということなので、もう大先輩も大先輩ですね。今の宗教にもつながる、もうその祖先みたいなもんやと思ってくれたらいいんじゃないかなと思います。はい。ほんで、このゾロアスター教は中国の方にも伝わっていきまして、南北朝時代、それから隋唐の時代には、県教というふうに呼びます。これで県教ね。なんていうふうな呼ばれ方をしていたよ、ということです。はい。では次、ギリシャの方からですね、資格やってきますよと。紀元前4世紀の後半、マケドニアというのが強なってきて、ギリシャを支配していきました。で、アケメネス朝がドバーンとあるんですけども、そこに、はい、挑戦してきて、あっという間にアケメネス朝をやっつけていく人物が、このアレクサンドロス大王ですね。はい、ご存知ですかね。この人が、もう、えげつない領域をですね、はい、支配していきまして、もう色ついてるとこ全部アレクサンドロス大王の帝国になっちゃったというぐらいなんです。ただ、アレクサンドロス大王はですね、行ってから、まあ、10年足らずで亡くなってしまいまして、そこから3つに分裂していきますと。で、今回はこのセレウコス朝シーアと一番大きいところですね、ここを詳しく見ていきましょう。カッコですね。74番、セレウコス朝に、ギリシャ系の、王朝になっていくよと。はい。このセレウコス朝もですね、まあ、分裂したとはいえ、かなりでかい領土じゃないですか。やけど、やっぱでかいと長続きしないよねと、難しいんですよね、統一が。ということで、さらに分裂していきます。はい。バクトリアというのがね、ギリシャ人によって建てられますよと。アム川の上流です。この辺りですね。丸ついてる。はい。この辺にバクトリアが建てられまして、で、さらに、もっと分かれていきます。遊牧イラン人の族長、アルサケスという人が、パルティアという国を作りました。中国名では漢字2文字、安息という名前で呼ばれています。まあ、こんな感じですね。セレウコス朝シリアも、だんだん分裂がね、起こってきております。で、この後から出てきましたパルティアというのが、どん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 強なっていきまして、はい、2世紀、紀元前2世紀半ばにはメソポタミアまで併合していって、どんどん大きくなっていってます。で、都クテシフォンというところに起きましたと。ドリャーと、こんな感じでね、パルティアが大きくなっていきました。あれ？じゃあセレウコス朝はどうなったの？って言ったら、どんどん追いやられてきましてですね、もうこのアンティオキアという都市近辺あたりにしか存在せえへんというぐらいにまで追い詰められていきました。こんな感じです。
で、クテシフォン、場所分かりにくいんですけど、この矢印の先ですね、スサのちょい上ぐらいにある都市やと思っておいてください。クテシフォンね。はい、ほんで、マジで強いよ、パルティアということなんですが、当時ですね、三島政治の一翼になったローマのクラッススにも戦って勝ったと、まあ、言うたら、ローマのトップ3に入るね、人物、とことも、戦って勝ったぞと。いうね、強さを誇っておりました。だがしかしですね、このパルティアもササン朝というね、新しい王朝に滅ぼされてしまいます。ということで、ササン朝の話に入っていきましょう。これを作ったのが79番ですね、アルダシール一世という人物。はい、建国者は確実に覚えておきましょう。アルダシール一世。で、都をどこに置いたかというと、パルティアから奪い取ったクテシフォンをそのまま都にしておりますね。で、こんなも残ってます。アフラマズダ神から王権の象徴を授受されるアルダシール一世のレリーフというのがね、遺跡に残っておるんですけども。はい、ということは、これはね、ササン朝の宗教はなんだと聞かれてもわかるわけですね。なぜならばアフラマズダが出てきている。ということは、はい、ゾロアスター教ですね。最初に出てきました。で、ササン朝ではこのゾロアスター教を国教にしました。要するに国の宗教ですね。もうこれで行くぞっていう風にしたわけなんです。はい、これが、まあ、アルダシール一世でございました。さて、その次、第2代の王様がシャプール一世という人物でして、この人はイラン人及び非イラン人の諸王の王という風に称した。要するに王の中の王であると。もう世界の支配者だみたいな感じの意味を持つね、称号を使ったとされております。で、名前に負けずですね、ちゃんと活躍も、しっかりしておりまして、シリアに、侵入していきまして、ローマ軍にも、戦って勝ったと。で、その時のローマ皇帝ワレリアヌスを捕虜にしたと、当時のね、ローマのナンバーワンを、捕まえたったぞという話まで残っております。すごいですね。で、さらにさらに逆方向、インダス川西岸まで支配していきまして、広い領土をササン朝気づいていきましたよと。こんな感じですね。はい、世界の支配者に恥じない活躍を見せた。まさにその通りですね。ちなみに、あの捕虜になったローマ皇帝のワレリアヌス、その後どうなったんかというのは分かっておりませんが、いろいろ、諸説ありますよと、すぐ亡くなったという話もあれば、奴隷になり下がってしまったという話もあるし、あとこんなんもありますね。カワハギの刑に処されたなんていうのもあります。要は生きたまんま、あの、刃物でですね、皮を剥がれていくというね、処刑の方法ですね。めちゃめちゃ残酷なんですけども、こういう処刑の方法が昔はあったらしいです。まあ、ワレリアヌスが実際にこれを受けたのかどうかというのは分からないですけども、受けたかもしれへんし、っていうこと。はい、ほんでですね、次、ホスロー一世というのも強かったぞと。ちょっと飛んで第22代にまで、はい、なってますけども、当時ね、このホスロー一世出てくる前に、エフタルという遊牧民族が、この右上の方ですね、こっちの方から侵入してきて、ちょっとササン朝もね、弱ってたんですよ。それがこのホスロー一世登場してきて、やっつけていくみたいなストーリーですね。はい、このホスロー一世は遊牧民族の突厥というのと結んで、エフタルを挟み撃ちにしてやっつけたと。で、この突厥っていうのもまた後々出てくるんですが、この中国の北側からも中央アジアの方にかけてですね、めちゃめちゃでかい帝国を短期間ながら、作った遊牧民でして、で、ササン朝が大体まあこの辺じゃないですか。ちょうど間にエフタルっていうのがおって、だから突厥と協力して、はい、挟み撃ちにしてやっつけたったぞというお話なわけですよ。見にくくてごめんなさいね。まあ、こんな感じで、はい、ホスロー一世も強かったんだというお話ですね。で、さらにビザンツ帝国、要は東ローマ帝国ですね、これは。とも戦って優勢に進めておりましたよと。逆サイドの方でもこっちの方でも戦ってですね、強かったぞというのが残っております。そんな、ホスロー一世のお話ですね。ただ、散々ね、強かったササン朝だったんですけども、いずれはね、終わる時が来るんですよ。それがこの642年ですね、ニハーバンドの戦いで、アラブ人イスラム教徒の軍に敗れてしまうと。この時期になると、はい、イスラム教というのが誕生してきて、一気に力をつけてきたんですね。そこに負けてしまう。はい、負けてしまって、651年にはもうイスラム勢力に征服されてしまうと。要はね、このメッカの方で誕生してきたイスラム教がどんどん大きなって、おりゃーとね、こっちの方に侵入してきて、で、戦って負けちゃったという感じです。残りはね、文化とか文明の特徴の話をサクッとさらっていきましょう。まずは、パルティアですね。パルティアの文化を見ていきましょう。ここはヘレニズム文化の影響をとっても受けておりましたぞーと。
で、王様の称号も、フィルヘーレンというね、ギリシャ人を愛する者というね、こういう称号を使ってたらしいと。要は、ここはもう完全にアジアなんですけども、アレクサンドロス大王が、こう、おりゃーってやってきたじゃないですか。で、ギリシャ人がたくさんその時にやってきたので、ギリシャの影響をとっても受けております。ヘレニズム文化っていうのは、要するにギリシャの文化っていう認識でいいと思うんですけども、パルティアはですね、アジアにはあるんですけども、とってもギリシャっぽい文化の影響を受けているということですね。はい、次、ササン朝の文化。ゾロアスター教を国教化しましたというのは先ほども出てきました。で、ササン朝の時に、経典、このアベスターというのを、編集したというお話ですね。キリスト教でいう、まあ、聖書みたいなもんやと思ってください。で、それまでもっと昔からゾロアスター教はあったんですけども、これ作られたのはササン朝の時と。どういうことかっていうと、それまではね、ずーっと交渉で伝えられてた。要するに、お話ですね。お話として、もう口伝えで伝わっていってた。こんな話があってなみたいな感じ。それが長いこと長いこと、伝わっていってたんですけども、やっぱり話し手によってちょっとニュアンスが変わったりしてね、地域によって教えとかに違いが出てきてるということで、それを統一するためにこういった経典アベスターというものを作って統一したよというお話なんですね。はい、それからマニ教というね、宗教も誕生しております。これはどんな宗教かというと、基本はゾロアスター教ベースなんですけども、外から入ってきた仏教とかキリスト教の考えを取り入れた融合宗教というふうに言われておりまして、で、これもシャープール一世の時はですね、保護してもうたりもしてたんですけども、その後、はい、ゾロアスター教の祭司たちからですね、なんじゃそれと、異端ですわ、そんなんダメダメということで弾圧されてしまいまして、もうイランのあたりではこのマニ教というのはね、生き残れなくなってしまったと。やけども、外国にはそこそこ広まっていったよと。ヨーロッパであったりとか、アフリカであったりとか、それから、東の方のアジアですね。そっちの方にも広まっていきました。で、特にその、キリスト教の世界では有名な教父として、アウグスティヌスという人がいるんですけども、この人も、昔はアフリカの北の方、カルタゴにおりまして、マニ教の影響をとっても受けていたらしいぞというふうに言われております。この人自体、若かりし頃はですね、一時、若い奴隷の女性と結婚したり、マニ教の教義に惹かれたりして、信仰に悩んでいたと、キリスト教をね、伝える人物でありながら、そういう時期もあったらしいぞというふうに言われております。デザインも、外国に広まっていったというお話です。はい、ヨーロッパの方にも伝わっていったし、アジアの方で、遠く日本、ここまでですね、伝わってもおりますぞという話を最後に見ていきましょう。はい、法隆寺にですね、シシカリ門金というこういうやつが、貯蔵されているんですけれども、これはですね、はい、アップするとこんな感じのデザインになっております。牙の人物が弓を引き、獅子を撃つ、獅子やかライオンかなを撃つデザイン。これはもともとササン朝のあたりで、まあ、一般的やったデザインやと言われているんですが、これが遠く離れた日本にまでやってきているということであったり、あともう一つ、この教科書にも写真載ってますけども、3つの瓶ですね。いっちゃん左側がもともとのササン朝の瓶、水瓶というやつなんですが、中国にもですね、宝珠瓶と言うて、こう似たようなフォルムがね、一緒ですよね。まあ、ちょっと装飾は違いますけども、まあ、困難があり、で、さらにそれが日本の方にもですね、正倉院に残っておりまして、漆黒兵というやつ、困難が伝わっておりますよと。要は、まあ、ちょっとずつデザインは違うけども、基本同じようなフォルムでこうやって日本にまで伝わっていってるということなんですね。ということで、いろんな面で影響を外国にも与えたよというのが、このササン朝あたりのお話でございました。はい、ということで、もう一回ね、最初からおさらいして、ここのオリエントの内容を終わっていきましょう。はい、初っ端シュメール人から。で、アッカド・アンブルのバビロン。ヒッタイとカシート・ミタンニ。ヒッタカ・ミタンニ。で、カナン人ちょろっと小駅で出てきて。ほんで、アラム人、フェニキア人、ヘブライ人と3民族登場してきます。で、アラム人は内陸貿易。フェニキア人は地中海貿易で、栄えて、ヘブライ人はユダヤ人のことでしたね。で、それが、全オリエント、アッシリアによって統一されます。ただ、短い間でした。エジプト、リディア、新バビロニア、メディアという風に分裂していきまして、これをまた統一したのが、はい、アケメネス朝でしたねと。で、このアケメネス朝もアレクサンドロス大王に、はい、
潰されまして、ただこれも長続きしない3つに分かれていきましたね。ほんで、セレウコス朝シリアというのが、まあ、いっちゃんでかかったんですけども、このセレウコス朝シリアも分裂していきます。バクトリアができ、ほんで、パルティアっていうのができて、強なっていきましたね。アルサケスという人が作りました。で、このパルティアも、ザ山頂によって潰されてしまう。はい、作ったのはアルダシール1世。という感じの流れでございました。ザザザーっとね、見ていきましたけども、オリエントの、最初のお話になります。入試ではね、まあ必ず出てくる内容のところなので、繰り返し繰り返しも2倍速とかでいいんで、何回もビジュアルでも確認しながら、見ていってもらえたらなと思います。じゃあ、最後確認をのテストをして終えていきましょう。はい、善の神アフラマズダと悪の神パーリマンの戦いの末、最後の審判によって善が勝つするペルシアで信仰された宗教とは何でしたか？これはわかるよね。はい、せーの、ゾロアスター教。はい、大丈夫やね。はい、2番。紀元前3世紀にイラン系遊牧民の族長アルサケスがカスピ海東南に叩くには何でしたかと。はい、これも大丈夫ね。せーの、パルティアでしたね。はい、ではラスト3番目。特決と組んでエフタルを滅ぼし、東ローマのユスティニアヌス大帝と戦うなど最盛期を築いた6世紀のササン朝の王様は誰でしたか？はい、これも大丈夫ですね。せーの、ホスロー1世というわけでございました。そしたら次はね、ギリシャのお話に入っていくと思いますので、お楽しみに。ではまた。